上徳院は、東京都世田谷区宮坂にある寺院。相当州に属し、三号を、関谷山という。寺殿などによれば、会期は、足利義直と言われる。本尊の十一面観音像は、自覚大支援人作と伝えられ、毎年8月20日の会長には、多くの人々が訪れている。小田急小田原線共同駅前から、世田谷消防署群の坂出張所や世田谷区役所、 共同出張所の前を過ぎて、東急世田谷線の宮の坂駅方面に続く道を5分ほど歩くと、左側に上徳院三門へと続く石畳の参道が現れる。総統州に属し、本山は永平寺、総持寺、三号を、神谷山という、上徳院に敷地の境を接して、乗り泉寺世田谷別院が存在する。かつてこの寺院は、 上徳院と称し、現在の世田谷区船橋一丁目付近にあったと伝わる。辞伝などによれば、1486年3月に、足利義直が回帰となり、多摩郡二股小村の海前寺からますます芝、栄県という層を迎えて、解山とし、宮坂に移転した。ただし、足利義直の回帰説については、法名が上徳院越山道お大子寺であったことから、 唱えられたとも言われる。上徳院が所蔵する、欧州キラシ関連古文書のうち、中地、山城守という人物の署名があるキラシ、印判上では、キラウジ友の命によって11面観音菩薩に、立願し、ぶつく面打に100匹を寄進した胸の記述があり、その宛名は、上徳案となっている。キラシ印判上は1573年10月18日付の、ため、 上徳院は少なくとも、この時期には存在していたことが推定されている。上徳院は、小本寺覚の寺院で、共同駅近くに現存する、福祥寺はその末寺である。福祥寺の会期となった、松原とさ守るやえもんは、江戸幕府に仕えていた医師で、学識豊かで信心深い人物であった。松原は、上徳院から、現世という名の僧侶を招き、屋敷内に寺を建立した。 混流の時期については、1624年、または1626年3月の2節がある。その他に、世田谷村麻横根にあった前徳院も、上徳院の末寺であった。前徳院は三号を、横根山と言い,い、1656年に、守る富という僧が解散となって創立されたと、伝わる。前徳院は本寺である上徳院に合併されて、 1875年2月19日に廃止となった。1872年の臨在州総統州大幕州本末一波、寺院名裁長という資料によると、境内二条五端付付とあり段下は160件であった。1877年の総統州名裁簿では、段下158個経大1419坪間誘致で、境外民誘致が、 六丁四旦2世二十八歩で田や畑、林などが多かった。上徳院の周囲は、1954年までは、雑木林で人家がまばらな地域であり、大正時代にはこの寺から、狐火が見えたと伝わる。この付近が急速に上け始めたのは、1927年4月1日の小田急小田原線開通の時期からで、それ以後は民家が増えていった。 隣接するのリーズミ泉寺世田谷別院の境内は、かつて、上徳院所有の麦畑であった。その後上泉寺が麻布から移転してきて、この地に道湯などを構えている。本尊である十一面観音像は、自覚大支援人の策と伝えられる。毎年8月20日の会長は、明けの観音といい、午前3時に本堂が開けられる。会長の日には、早朝から、多く 上徳院に隣接して、上徳幼稚園が立地している。この幼稚園は1954年の創立で、仏の子としての保育と教育に取り組んでいる。上徳幼稚園は1971年に新しい園舎を建設し、2008年に耐震工事を完了した。寺に隣接してある上徳幼稚園。上徳院の参道入り口には、 十一面関税温蔵と刻まれた石碑が建てられている。山門を入ると、右側に首楼、南向きに本堂があり、本堂の北東側には栗を配する。本堂の屋根は、入りもや作りで鉄板瓦棒吹き、間取りは、包丁系の八間取りである。混流の年代は、胸札や牧書などの裏付けがないため不詳とされる。 1958年に改修を行った時は、柱を削ってやや細くしたのみで、間取り等は以前の状態を保っている。火星文化期に編纂された、新編武蔵風土気候の巻の48エバラ群の12、10県に七間南向いという記述があって、現在の本堂とほぼ同じ規模であるため、少なくとも新編武蔵風土気候が編纂された。 火星文化期以前に混流されたことが推定されている。なお、本堂の内陣上にある木花などが、世田谷区北見五丁目にある宝珠院のものと類似していることから、同時期の混流とも考えられている。本堂の天井部分には、花鳥を描いた国際式の遺体が施されていて、その数は143面に上る。内訳は、本堂内陣に44面。 外人に99面である。内人の遺体はほとんど重類を画題としているが、全般に、課長は、宣伝を書いている上に、雨漏りの影響で白落が多い。外人の遺体は課長のみを題材に取り上げていて、内人の遺体と比較して彩色などに、単成さが見られる。世田谷区社寺資料第3集会が、彫刻通目録編では、 すべての遺体の作者を同一と推定している。内人の遺体のうち一面に緑本という官員があるが、この人物については未称である。遺体の制作年代については、画風などから見て、江戸時代末期から明治時代にかけてとされている。狩猟の屋根は入萌や作りで鉄板瓦棒吹きであり、混流年代は新編武蔵風土気候などによって火星文化期以前と推定されている。 主郎は1958年に改修した際も、基段の高さを上げて、彩色を補ったのみであった。主郎に使われる木花の家紋や柱の風化状況などからも、本堂とほぼ同時期の混流とみられている。本尊の十一面観音像は、相当州名細胞によると、木製の座像で竹は一尺八寸という。この十一面観音像について、 新編武蔵風土気候の巻の48エバラ軍の十では、総伝府この本尊はきらうじともの神仏に、して当時に寄付すととの記述がある。ただし、新編武蔵風土気候は続けて、案に下に載する古文書の趣、き、によるにし朝の寄付、せしと運搬にふべしとしている。さらに、この観音は元よりここに立てたるを、元気四年し朝の伝授を寄付、せし上あるにより、 書くことづて古なるべしとして、中寺、山城守の署名が入ったキラシン番城の存在に言及している。本尊の他にも、十王像、ダルマ像、伊賀県尊像、釈迦誕生物、釈迦根藩像などを所有している。その他に寄付による仏像や、廃寺となった全徳院旧書像の仏像等も、上徳院が所蔵する。全徳院旧所像の仏像等は、 1876年3月5日に、上徳院の所蔵となった。上徳院が所蔵する仏像のうち、円馬王座像、十王像、釈迦三尊像は1978年4月1日から1681年3月31日。上徳院には、古い地蔵菩薩像がいくつか残されている。 1735年10月造流の高さ150センチメートル余りの地造立像は女中年仏工獣26名の寄神によるものであり、1865年の地造立像は村中の寄神である。1777年に造流された六地造の台座には多くの名が刻み込まれている。ありがとうございます。